オートヘイブン・レッカーズ・ガスヘイブンにて血まみれにしてみました。ゴーストフェイスくんでやっていきます、えー。ちょっとね、まだパークが揃ってないんですよ。なんか珍しく、僕あんまりプレステージ回さないんですけど、血まみれにしてみたので、今回。なので、まあ3周目いったんですけど、パークが全部揃ってないんですが、第3の封印を手に入れたので、ほら、<laughs> 第3の封印を手に入れたので、ちょっとね、 視覚小説あ,あいいねこの子ちょっと追うわあ,あのチェイス慣れてない感じがする今の小屋いた速攻で倒すっていうのはどうなんやろう分からへんけどよしよしよしちょっと待ってねフェイントよオッ OK よーしいけるまあ、この人第3の封印見られたからね <laughs> 一番いい最優先で倒さねばならぬ存在になってしまった ちょっとこの人にはこの人はちょっと重点的に見守っていきます。はいというわけで第3の封印でまず視覚消失をばらまいていきますと。で視覚消失をばらまくためにあんまりつけ回し使いません。とにかくこの心音を消してえ近づくっていうのをメインに使っていきたいと思っています。なのでアドオンとしてはチャージ短縮を2個積みしてきてます。 でこれ重複するのかという話はあると思いますが重複しますあのー、プラベで検証していきました15秒ぐらいでねチャージ回復するのでかなり速いですなのであの1回解除されようが殴って解除しようがバーンとでここから15秒でぐらいで回復するので,でバンバンね信音消して見ていきたいと思ってますはいでそろそろアダムがこれを壊しにしそうなあアダム回復したなでも でも、ね、アダムね多分来ると思うねんな知ってるからこれああ絶対壊したくなるもんああなんで信用消してこのアダムほら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  <laughs> ね <laughs> アダム釣った方向から第3の封印の間に絶対張ってりゃ来ると思ったんだよアダムくんちょっと君はね許さないからね俺 <laughs> はいそしてあっ、はい、いいね あ、ちょっとこれ間に合わへんかなちょっと引っかかったしもう最悪 <laughs> 下手下手前はこれはいいや、はい、で追っていきますうんーここで決めたいなちょっとうまくフェイント決めてよしキュッよっうんー見せてよっケーよし <laughs> オッケーオッケーそいで まあ、もう1分経っ,ってるよねよな。なんかちょっと今固まりました。よし、OK。うんー、治っていく。ちょっと待ってな。まあ、でも、あの、ずさんのね、第3の封印ばらまくついでに、ずさんで、怪我もばらまいて、えー、っとー、なんだ、多発電機を遅延していこうっていうのもあるので、さっき殴った人も回復してたから、うん、ちょっと遅延はしてると思う。で、イタチね。まあ、レベル1なんで、30秒以内に蹴らないといけないけど。 まあこれでもね、ちょっと支援していこうかなと。おで、あとノックアウトで補助的につけるのがいいんかもしんないんですけど、ノックアウトなくて、まだ。鹿漁師でね、ハイズらしたサバイバーをちょっと見つけていこうという腹でございますが。まだもう一人ね、第三の封印ばらまけてないねんな。うん。第三の封印のトークンもバグってて、また <laughs>。あ、違う、まだ2か。あなんか俺、そっか、3人ばらまいたと思ってたわ。うん。でも、それは、 いや、来てるよしよしよし。ね。あそこで発見させておいてという腹だったのかな。どうしようかな。えー、っと、今ね。はい、はい。で、えー、この人通路はどうせ。あの人なんか DS あるかもしれんから。んーで、芯を消してね。バンバン芯を消すよー。ふふ。こっそり近づ何なに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 何に見られたかわからんけど。あ、まあ、誰かが救いに行った人に見られたんかな。 ええわ。でもこれ追うよアダムくんいいねおあほんま露骨に DS でしょ女 <laughs> 露骨に DS でしょ最近ねちょっとタイマーを置くようにしてるので、うんまあ、ちゃんと今,今はちゃんと見てた、うん、タイマーをねまだ1分経ってない、はい、なのでちょっとこことか見に行ってやってないなうん 残り発電機がね結構少ないからねちょっと戻るわねあそこも気になるがそろそろ1分経つから OK かなおっ不滅かおしゃれなんつけてんね <laughs> おしゃれなんつけてるけどこっち信用消してたから気づかんかったかな <laughs> それかもう無理って思った戻ってきたから <laughs> あの起き上がるしかないって思ったかなでもその間に1個治ってしまったさあ 第3の封印を知る者は1人倒したからあとはあと1人うんあと,人、えーいいね、あと1人に第3の封印をばらまいていくこれねあと1人に第3の封印ばらまいてもトークンがねなんかね4に増えなかった気がするんですよ他の試合やった時あでもこれ3以上は増えないんであればちゃんと増えるかな今回は見えるかな <laughs> 今アダムが死んだからトークン2に減ったねいやトン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 どうしようかなこれ お,おなんかいっぱいあるしゃいしょしょょこの,このデッツガーでよしよしよし,よしこれで第三の封印全ラまいたでちょっとイタチ決めますはいよしこっからこっからこっからってきょう初音があと一個やけどね <laughs> 第三の封印知るものを封印するのにちょっと手間取ってしまったからまあ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 よしどうしようかなーこれちょっとにらんでいくかつけまし一回ぐらい使うかで見て はいはい、よし、まあまあたまったね。いいわあの人放置して、ん,んで、この発電機見守りながら、ちょっと別の人を狙いたいが、んどこだどっから見られたこの辺かこっちにおるんかあ向こう行った。なるほど。まっちゃ追わないな。これやってる、OK! デスガーデン。よしこのデスガーデンはハイズレ放置します。とうとう、ここで、第3の雰囲生かしていきます。デッドハード、どうぞ。ないかな はいこれハイリ放置ここの位置は見つからんと思うでノックアウトと違ってマジで見えないからね 16m 以内に入ったら見えるっていうのがノックアウトやけど第3の雰囲マジで見えないから、ね、なのであんな意味わからんところで貼ったされたら多分一生見つけられないと思う OK よし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 ,よしそして付け回しも使っていくうんなるほど ちょっとね、まやかしないからね、二窓がすでにきつい。あ間違えた。二窓だけでも普通にきついという。あの、ステイン消えてるから、ちょっと。うん。よっ。確かに見てんねー。なるほど。あれ、今音鳴ったオッケーオッケーオッケーよし、間に合う。よし。オッケーじゃあ、この人、釣りまーす。どうだ、起こせなかろう。<laughs> この人は釣るわ。まあ、この人ハイ釣りのまんま、もう一人探してもいいんやけどね。まあでもちょっと釣りポイントちょっと欲しいのとここをいたち決めたかったので、でこれでいきますね。えー、っと、マシン音消して、あそこやってるかな見に行こう。これね、多分ハイ釣りの人マジで見つけられないと思うので、多分ね、釣った人助けに行くと思うねんな。うん。 ハッチの位置もねしっかりね把握してねここねああ来てる来てる来てるうーんさすがにためれんかそやな無理やなあれはいや普通に切るわちょっともう一回ぐらいつけ回し決めれんかなと思ったけど覗き込まな覗き込んだらワンチャンやったかなでもそのつけ回し系のアドを全く今回つけてないんで結構ためんのしんどいようなそうなるとね でやるかドって結構前かしなかったしんどいよね。は今の追いは普通に追えば池だが。OKOK。離れてくれた。OK。さて、おなんか出てきてる。<laughs> 出てきてるんであれば、ちょっと釣るか。ここはさすがに、ちょっとうろうろしてたら見つかるいっちゃうよね。うーん、ええー、かな。釣るか。 見つかりりやすい位置に出てきたので釣りましょう鹿漁師何気に便利やな <laughs> サクって見えるもんねあ出てきた出てきたって感じでだじゃーんさあもうあとはこれもひたすら追うだけ届かんかいいよいいよいけるよ俺はこれいいもうね <laughs> 全然がばってもあの見失わなきゃ勝ちなんで 力見てるなやっぱり。蹴る蹴る。全然。も俺もう、イノシシでいいやん、もうこれ。あと。<laughs> イノシシのように追っていく。あー、ちょ、そっちか。うん。ここは、えっと、倒されたら、はい、はい、いい。蹴らない。蹴らないで、ここ絶対蹴らない。うん。はい、どうぞ。絶対蹴らない。なぜなら、ここの、負け筋としては、あのー、これ蹴ってる間に、 救われてでワンチャンそのボロ体、えっと、ボロ体にくかべされて、うん、であの2人2人なんか逃げられるっていうで1人だけははったせるけどもう1人にワンチャンもう1人起こされてみたいな、うん、それでだんだんちょっと立て直されるみたいなが負け筋だと思うのでもう <laughs> このつられてる人が <laughs> 死ぬまで俺すまんがあこれ壊さないからね よしオッケーじゃあいいかるはさあもうあとイノシシではい <laughs> あとイノシシですはいあ <laughs> カラスがボンボン言い出したじゃあちょっとでもこれなあ前貸しないとさ結構難しいよねなんかやっぱりさ普通にチェイスできるサバイバーさただ,ただ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 さ前貸しもなしに途方にで 向き行って追っちゃうとマジで無理よねだからほんま諦め感じやよね途方に行って立ち回りま、どうすんねんこれそこも板あるよね全然板使わせずその奇襲ばっかりで <laughs> 戦ってたからねいやこんな雰囲気聞かんもんなこの人勝ってんやなこれは <laughs> こっからもあとずっとイノシシしていくだけやからあ <laughs> やばいやばい そそうそう倒さないと <laughs> よいしょ <laughs> 危ねえあの人が失血死してワンチャンハッチあるところやったねおおまあ、でもこの二窓,二窓まで追い込んだのでさすがに二窓は限界がある OKOK <laughs> はいというわけで、えー、最後にイノシシでむちゃくちゃ膝使いましたが、まあ、こんな感じでお題、えー、3の封印 だ敵は何も見えない中でこっちの姿も見えない聞こえないで急に襲ってくるゴーストフェイス、まあ、ピックでも似たようなことができたりするかもしれないけどピックは迫り方が遅いので4 6メートルの速度で普通音なしで迫ってくるしかしサバイバー側は何も見えないこの恐怖はなかなかのもんだと思いますのでまあイタチの場所はルインとかの方がいいんかもしれないけどねまあ、イタチレベル3だったらもっと使えるかはい というわけで、えっと、なかなか面白い構成じゃないでしょうか。というところで、えー、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、えー、っと、チャンネル登録、高評価、そしてコメントなどを残していってやってください。ちょっと GG を。はい。ご視聴ありがとうございました。また来てね。バイバイ。